寝ちゃダメだ。アラマがめっちゃ覚えてる。みなさんこんにちは、ひまひまチャンネルです。今回ですね、バングルさんのスクイーズ、今回はケーキ特集です。そちらをね、紹介していきたいと思います。イエーイ。まあ、ケーキじゃないのもあるんですけど、こういうやつとか。では紹介していきます。まずこちら、じゃん、ケーキがないのか紹介していきます。こちらが猫ちゃんのハンバーグです。これはダブルハンバーグバーガー、あ、ダメダブルバーガーか、ダブルバーガーです。では触っていきます。めっちゃ低反発、めっちゃ低反発で、しかもなんかリアル、ここら辺がちょっとザラッとしてる感じで、めっちゃリアル。ここね、こことかは全然リアル、あの、可愛いって感じで、ここがリアル、なんかすごい真ん中リアルで、上と下が可愛いっていうすごい、こんな感じ。音もいいのね。こんな感じです。これちょっとサラッてしてる感じです。次に、じゃん、こちらめっちゃレインボー、レインボーでちょっと派手な肉まんです。これ肉入ってんのかな、レインボーの肉が入ってるかな、レインボー、じゃじゃじゃ、取ってきます。こんな感じで、これもめっちゃ低反発で、これは、これは、なんて言えばいいんだろう。中華の店行くとさ、こうやってさ、お皿が置いてあってさ、回る、あるじゃん。あの、回るテーブル。あれみたい。感じ。どこか。どこかやん。こんな感じでーす。全然素早くないから、今から、スッといきます。次に、じゃん、こちら。こちらもね、ガガガギャラクシーって感じなんですけど、これアイスかな？触っていきます。うわ。これほんと空気が抜ける感じで、扇風機スクイーズみたいな感じで、こんな感じでめっちゃ低反発で、結構バングットさんって低反発のものが多いので、何選んでもさ、正解です。次にこちら、こちらさっきちょっとちょっぴり出演したんですけど、これなんかデルト系みたいな感じで、こんな感じでベロが出るんですよ。ベロがベロブクッ、すごい、ベロで、ベロはこう空気みたいな感じですね。こんな感じです。これカエルちゃんかな、カエルちゃんとトカゲちゃんが混ざった感じコラボレーション、カエルちゃんとトカゲちゃんのコラボレーション次に、じゃん、こちらはなんかスライムみたいなやつです。ちょっとこっちはオレンジなんですけど、こっち緑なんで、こっち緑開けていきます。よいしょ、行くよ、パカーン、うわ、滑る、わ、滑る、うん、わ、開いた。あかじめ、ちょっと袋開けといたんですけど、中は、じゃーん、こんな感じです。めっちゃ伸びるの、うわー、やばい、縄跳びで、これは、こんな感じで、なんかスライムよりは硬い、粘土よりは柔らかいって感じで、めっちゃ伸びる、やばいで、これはなんと、こういうね、うわ、ちぎれない、長すぎて、これなんと、これね、オラフみたいに鼻と目がついてるので、今回これでね、ちょっと雪だるまちゃんを作っていきます。じゃーんおじさん雪だるまおじさん雪だるま、あ、フクロウちゃんだ、フクロウちゃんの完成です。これね、楽しい。ぜひ皆さん、これで、ね、買ってみてください。楽しい。次に、じゃん、こちら、あの、なんか猫ちゃんかなの時計です。触っていきます。すごい、これすごいの、めっちゃずっしりした感じで、ここら辺がなんかペタペタ系で、後ろがめっちゃサラサラ、もうスケートリンクだよ、夢のスケートリンクこんな感じです。これは本当におすすめです。次に、じゃん、こちらはクリスマスもう終わっちゃったんですけど、まあ撮影日は今回12月24日のイブなのでまあまだクリスマスには来てないんですけど、こんな感じでクリスマスのケーキで、これ2段ケーキなんですよ。2段ケーキ食べたことないから、2段ケーキ食べてみたい。しかもめっちゃ美味しそうしかもね、低反発で、これ最高、もうね、低反発なんだよね、全部が。おいしょ。次に、じゃん、こちらのホールケーキです。これはほんとこことかが光っている感じで、触っていきます。
匂いもチョコの匂いがほんとすごい。後ろこんな感じの感じなんですけど、今こういうのね、後ろが好きです。後ろってさ、こうやってさ指の跡が残る感じで最高です。次にじゃーん、こちら、このパンダちゃんが乗ってる三段ケーキ。あれ、三段ケーキか二段ケーキわかんない。で、これなんと置くとね、本当にチョコが垂れてる感じで、ここまで柔らかいんです。なのでこれ本当におすすめです。可愛いし、なんか結構これもチョコの匂いで、置いてるだけでもう本当に部屋が可愛くなっちゃうって感じなので、おすすめです。次、じゃん、こちらの三段ケーキです。これすごい、あの結婚式のさケーキみたい、すごい。で、なんかオレンジが乗ってます。オレンジなんかある、1,2,3,4,5,6,7,8、数えきれない。で、これはこんな感じでめっちゃ低反発、これ最高。ケーキの中じゃ多分これが一番高い、背が。最後にじゃあこちら、すごい、これすごい。これはちょっとね、これだけ可愛かったので、一番これがこういうのがね、ほんと可愛いの。これ見て、このデザインめっちゃ可愛い。なのでこちらにこれだけね、入れさせてもらいました。これ開けるとバーン、すごい。でもこれが一番好きなんですよ、多分これが一番好き。すごい、このね、この色が好きなんです。ひまひまこの色が大好き。さあ、できます。わー、いちごまで柔らかい。で、音がいい。すごい、お見事お見事、最高。めっちゃ柔らかい、これ。一番柔らかいです。しかも音がほんと良くて最高。これベッドに置こうかな、スクイーズベッドに置こうかな最高。これめっちゃ柔らかいの、裏とか。そこにね、こういう本当に裏が好き、最高です。はい、というわけで今回はそれ以上です。今回はバングットさんのスクイーズケーキを紹介したんですけど、まあ、ケーキ以外もありましたけど、やっぱバングットさんは本当に送料無料だし、しかもほとんどが低反発だし、気持ちいいのばっかりなので、ぜひ皆さんも買ってみてください。この商品とかは概要欄に載ってるので、ぜひ見てみてください。めくったらあるよで、今回はね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12個紹介しました。反対はもしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter とインスタとサブチャンネルのひまわり TV もよろしくお願いします。こっちの動画も見てね、クリックしてね。バイバイ、また見てね。ひまわり。